こんばんは、あいかです。今日はですね、2023年最後の iHerb 購入品を紹介していきたいと思います。しかもですね、今回は iHerb で新しく取り扱いが始まった商品、新商品縛りでオーダーしてみました。なのでぜひね、次のお買い物の参考にしてもらえたらと思います。それでは早速いきましょう。結構ね、面白そうなのがいろいろあって、コスメ、雑貨、それからね、お菓子も結構あります。じゃあ行きましょう。まずこれはね、私パッケージ見て面白そうだなと思ってオーダーしました。こちら、なんか思ってたより結構袋が大きかったの。タオカエノイっていうのかな、いくつかフレーバーがあったんですけど、このグリーンのパッケージのがオリジナルっていうことだったので、まあとりあえずこちらはね、頼んでみました。一袋が 32g でカロリーが 230kcal。 多分なんか海苔のお菓子なのかなと思うんですよね。じゃあおもむろにいただきたいと思います。あ、なんか私これ間違って2つ注文してる。あ、ほんとだ、もう一袋入ってるわ。これ誰かにあげよう。一袋が436円なので、え、これで私2袋で870円も使ったの、高すぎでしょ。あー、海苔？デリシャスウィズグッドフロムザシーって書いてるか、まあ海苔なんだろうけど、あー、私ね、ここにライスなんとかって書いてるのが画像を見て見えたから、ちょっと海苔に米粉的なものとかまぶして揚げてるとか、そういう系かと思ったの。ライスブランオイル、米油は使ってるけど、海苔を揚げてるってことだと思う。いただきます。うん、めっちゃ海苔だし、サクサクしてるんだけど、なんか二紙以降の食感があんまり好きじゃない。これだったら私普通の味付け海苔の方がいいな。食べるけど、じゃあ食べてってしてるけど、私はかな、まずくはないんだけど、ちょっとこれで436円は落ち込む。歯に乗りつくね。お茶持ってこう。サブチャの方で開封したんですけど、視聴者さんからいただいたアドベントカレンダー、12月入ったので開封して1日1杯ずついただいてます。ありがとうございます。うん、まっ、このお茶の方が100倍美味しいわ。ちょっとなんか最初から残念なあれですけど、まあ私がね、失敗することでみんなが失敗しなければいいの。まあよっぽどの海苔好き、もう海苔のあらゆるお菓子を食べてみたいっていう人以外にはあんまりおすすめしないかな。次。え、ちょっと待って、あのさ、私めっちゃやらかした。これね、今間違って2袋オーダーしてたって言ったでしょ。で、最初にこれ種類がいっぱいあったって言ったと思うんですよ。なんとね、あと2袋もオーダーしてるんだけど、私これにいくらつぎ込んだんだろう。ちょ、計算するの怖いわ、やだわ。このままこの海苔シリーズ食べてるとテンション下がりそうなので、先に他のやつ行っていいですか。次、これ行きましょう。これはね、面白いと思ったんですよ。私結構 iHerb の商品で挑戦したくなる食品のジャンルがあって、逆輸入的なアイテムですね。過去にもインスタントのお味噌汁とかをね、オーダーしたことあるんですが、今回こちら新商品で登録されていたので買ってみました。パッと見、空目で見るとさ、なんかあのポタポタ焼き的な感じに見えるんだけど、よく見ると、え、ごめん、私さ、海苔でやらかしたからと思って今こっちに来たんだけど、これもちょっとやらかしたかもしれない。これ漢字使ってるのもアメリカとかのね、その英語圏の会社が頑張って日本のお菓子っぽく作ってるのかなと思ったの。でもね、これ裏見るともちろん英語でも書いてるんだけど、あー、やっぱ書いてる、中国の商品だ。あー、あのね、なんか偏見とかじゃないの、ちょっと私が思ってたのと違った。私のイメージとしては、日本のお菓子ってこうだよねって作ってるのが欲しかったの。同じ漢字を使う中国のお菓子が食べたかったわけじゃないの。うわ、私今回さ、失敗しまくりじゃない？大丈夫？しかもね、これもうちょっと落ち込むよ。いくよ。お値段いくらだと思う？これ一袋。なんと、585円です。やっちゃったよ、これ。もうそれだったら私、あの、おばあちゃんのポタポタ焼きか、あの、雪の宿、あれ買うわ。美味しいのかな？まあ、見た目はほら、こんな感じだよ。よくある感じの、ちょっと甘じょっぱい系だよね。いただきます。まあ、海苔のお菓子よりは美味しいかな。まあ、あとはね、原産国問題っていうか、どこ製っていうのはやっぱ人によって気になるポイントが違うので。
このお茶があることが私の今の救いだわ。だからこう YouTuber ですし、やっぱね、iHerb でお買い物するって言っても一応ほらストーリーを考えてるわけよ。まあ普通に自分がね、必要なものを買うっていう回もあるよ。でも今回はちょっといつも以上に考えてたの。新商品で、なおかつちょっと面白そうなものを買って、こう食べて、なんか日本のね、雪のような真似したのかな。でもね、ここがね、やっぱ違うんだよね、みたいな流れをさ、期待してたの。ちょっと違うんだよな。次、大丈夫今回これ面白い、こちらもうこれだってさ絶対同じメーカーだもん。なんかさっき見たもん、この文字ほら、なんか読み方わかんないこの二文字のやつね。名前わかんないけどこういうやつもあるでしょ、しょっぱいバージョンのやつね。こちらがちょっとさっきのよりはお安いですね、473円。でも安くはないよ。だって特売のもっと数は少ないけど、こういう系のお菓子だったらさね、下手したら100円台とかで売ってたりするから、まあ安くはないんだけど、まあでもさ、やっぱ食べとこう。これも千人の千に貝って書いてる、どういう意味なんだろうね。でもさ、裏にさ、何かを不使用だよ、何かを加えてないから安心だよみたいなことは書いてる。やっぱ漢字だからさ、雰囲気は伝わる。何かを使ってなくて、多分子供が食べても安心だよみたいなことを書いてるっぽい。いただきます。んの来た、これ美味しい。もうしょっぱいやつだと思ったの。ね、粉があんまりついてないハッピーターンみたいな感じ。味はだから若干薄いの。でも美味しい。まあまあ、挽回したかな。まあ、これ一袋でさっきのおせんべいとちょっとこの海苔の山の傷は癒しきれないけど、まあ、幾分マシになったかなと思います。なんかお口直し的なもの入ってないかな。いいのがあるわ。次。はい。こちらです。これね、気になってたんですよ。私、アーモンドバター好きなんですけど、これがね、ハニーアーモンドバターなんですよ。これは美味しいでしょ？ちょっと開けてみます。普通のさ、チョコスプレッドとかジャムとかはさすがに食べないようにしてるから、甘いものつけて食べたい時はアーモンドバターとか蜂蜜つけることが多いんですよね。おお、すごい。こんな感じ。ちょっと傾けるとね、ここにアーモンドの油が浮いてるのでこぼれそうなのでこれくらいで見せるんですけど、これはここのメーカーのだけじゃなくてもアーモンドバター買うとこういう風に分離してるので大丈夫です。まあ、本来は混ぜて食べるんですけど、ちょっと表面のところをね、いただきたいと思います。いただきます。美味しい。今回開封した中でこれが一番美味しいです。思ってたよりは甘さ控えめかもしれない。もしかしたら混ぜるともうちょっと甘さ出るのかもしれないけど、多分アーモンドの油分だから蜂蜜が溜まってるわけじゃないからそんなに変わんないとは思うんですよね。蜂蜜だけを塗って食べるよりは全然こっちで食べた方が甘さ控えめかなとは思います。あー、よかった、美味しかった。じゃあ次、もう一個食品ありますね。いきましょう。これはちょっと調味料なのでさすがに今食べないんですが、ガーリックパウダーですね。私ニンニク好きなんですよ。結構料理に使って、まあパウダータイプあると、まあ、炒め物とかに振りかけたりとかね、何かと便利なので、こういう調味料もいろいろ種類あるんですが、こちらは新商品のカテゴリーに入っていたので買ってみました。お値段がね、安かったんですよ。364円です。食品は以上ですね。次、コスメと雑貨いきます。これね、私画像で見たより大きかったからびっくりしました。こちらです。なんか海外のパッケージって感じだよね。ネリメットっていうところのナソジェルドライノーズってもう書いてるのでそのまんまなんですけど、鼻の乾燥による不快感っていうのを緩和するアイテムなんだそうです。これがね、レビュー評価見たら結構よくって、今みたいに乾燥してる季節はもちろんなんですけど、例えば飛行機とかで長距離移動するときって結構空気乾燥するじゃないですか。なんかそういう時にもいいよっていうレビューがありました。ちょっと開けてみます。なんか鼻に使うものだからさ、すごいちっちゃい、よく鼻なんかシュッてするやつあるじゃないですか。ああいうのイメージすると、うわ、でっか使い放題。わぁ、なんか取扱説明書もちょっとおしゃれじゃない？なんかいろんな製品があるんだね。全然読めないけど。だからもうダイレクトに、まあ、鼻を洗うやつとかもあるらしい。まあ、鼻に使うものなので今使ってみせるわけにはいかないんですけど、多分ここにストッパーがついてたので、こうやって鼻に刺してシュッてするとシュッて出てくるアイテムなんだと思います。ちょっとやってみよう。ミスト状にシュッて出るのかと思ったら、ちょっとね、ジェルっぽい感じ。アロエとかね、ヒアルロン酸なんだって。鼻がね、乾燥しすぎて多分切れるんでしょうね。血が出るみたいな人が、まあ、薬局とかで売られてるスプレータイプで効果なかったんだけど、これ使ったら良くなりましたみたいなレビューなんかをされています。これはいくつか種類があるみたいな感じで、新商品のページめくっていくと何回か見かけたんですよ。なので、まあ、もし気になっている人いたら、実物はこれくらいサイズ大きいので、持ち歩きとかを考えられてたらそこだけ注意してください。次、これね、なんか良さそうだったのはこちら。これもなんかパッ
ケージおしゃれだよね。どうやって使うかっていうと、この箱の裏に書かれているんですが、シリコンで繰り返し使えるラップですね。これね、結構数が5枚ですね、たっぷり入ってるんですけど、お値段が2184円でした。こういうのって結構日本でもおしゃれな雑貨とか売ってるお店行ったらあると思うんですが、まあまあお値段するイメージなので、まあ、これは意外とお手頃だったかなと思います。一番大きいのでこんなサイズですね。なので、まあ、野菜とかだけじゃなくてボトルのキャップに使ったりとか、こう上から押し付けて使えるアイテムみたいです。バラしてみよう。この大きいやつだったら小皿とかにも使えるかなと思ったけど、結構ガバって内側まで行くから、外す時にあんまり高さのないものに使っちゃうと外しにくいかもしれないですね。で、一番ちっちゃいのがこれくらい、牛乳瓶の口くらいのサイズかな。例えばこれだとするとこんな形なんですけど、そのまま上からこうキュッてすると、なんか不思議パチってはまった感じがあるんですよね。これでラップ代わりになるみたいです。で、結構ね、この底の部分って言ったらいいのかな、ここがしっかりしてるので本当に洗って何回でも使えそうですね。丈夫。あ、これいいな。これなんかカラー違いとかもあったと思います。はい、次コスメですね。シークレットキーのアイテムが取り扱いが始まっていました。 SPF50 プラス PA3 プラスですね。こんな感じ、ちょっと出してみよう。 CC クリーム使うのがめっちゃ久しぶりだわ。お、CC クリームってさ、あの BB 的な感じで、なんかカバー力とかがちょっと違うみたいなイメージだったよね。めっちゃなんか白い。しかも中にさ、なんか点々みたいなのが見えて、一見泥のパックみたいな感じなの。これこういうもの？あ、でもね、あ、不思議。この中の粒っぽく見えるもののおかげか、伸ばすと若干肌に馴染む色になってない？まあ明るいのは明るいんだけど、こんな感じ。今このあたりね、伸ばしてみました。なんかこれ不思議だね。あ、でも商品の詳細もあんまり書かれてないな。で、伸ばしたところがね、結構パールっぽいツヤっとしてくれる感じですね。出した瞬間はちょっとびっくりしたけど、意外と使えるかもしれない。これはまた普段のメイクで使ってみようと思います。よかったらメイク動画でも紹介しますね。はい、そしてこれパッケージが可愛いなと思って買ってみました。シュープラスフィットっていう風に書いてるんですけど、もうそのまま靴と足のための消臭剤だそうです。これもいくつか種類あったはず。あ、可愛い。頑固な匂い消しますみたいなパッケージじゃなくって、ちょっとおしゃれな携帯用のルームフレグランスかなんかなのかなみたいなパッケージですね。どうやって開けるんだろう。こんな感じ、そのままスプレーするっぽい。そう、これもティッシュに吹きかけてみます。あ、結構ピシャって出るミストなので、靴とかに吹きかけるとき、あんまり近くで吹きかけずにちょっと引いたとこからかけると全体に吹きかかるかなと思うんですけど、シトラスとミントのめっちゃいい香りがします。爽やか系。これはね、やっぱり子供のスニーカーとかって、もちろん週末とかにはね、上靴と一緒に洗うようにしてるんだけど、それでもやっぱりどうしてもやっぱ匂いが気になったりするじゃないですか。なのでこれだったらちっちゃいから玄関とかに置いといて使ってもいいし、まあ旅行の時とか、まあ連日同じ靴履くからちょっと気になるなっていう人とかはポーチとかにもね、入れて持ち歩きしやすいサイズだと思います。何よりデザインが消臭スプレーっぽくないので、おしゃれなのもいいかなと思います。あ、これもいいね。次はですね、パラディオっていうのかな、なんか海外のプチプラコスメみたいな感じ。そこの商品がね、いろいろ取り扱い始まっていたので、ちょっとお試しに買ってみました。まずアイブロウですね。もう少し太いタイプと、この芯が細いタイプとあったので、私は芯が細い方を買ってみました。こちらが918円ですね。ほんとプチプラって感じ。芯がね、抜けてて危ないですね。押し付けながら。カラバリいくつかあったんですけど、私が買ったのはミディアムブラウンですね。まあ肌当たりもそんなに硬くないですね。普通にさらっと履けます。ただちょっと芯がポロポロって先が崩れるというか、砕けたりするので、丸々きっちり使い切れるかは謎。まあでもそれこそ海外とか旅行してて、アイブロウがなくなっちゃったみたいな時に、もうドラッグストアとかで見かけて、あ、これでいいやって買ったら、まあ普通に使えるかなっていう感じですね。まあこれ言ったらね、面白みなくなっちゃうんだけど、まあでも国内のプチプラのアイブロウの方が多分もっと手頃で使いやすいものも多いと思うので、まあそこまでお取り寄せしてまで使った方がいいよって感じではないですね。そしてもう一つ同じブランドの、これがリップステインっていうね、なんかリップアイテムもいくつかあったんだけど、画像を見ると本当にマジックみたいな筆先に見えて、ちょっと面白そうだったので買ってみました。こんな感じ、かなり軽いんですけど、なんとなく雰囲気あのレブロンとかにありそうなパッケージですね。おお、ほらほらほら、なんかマジックペンっぽくない？だってさ、もう書く感じがマジックだもん。これ使ってみよう。アイカチャンネル、
これもね、空張りがいくつかあったのよ。だから1個買ってみて、もしよかったらさ、お出かけする時とかベースに仕込んどいたら、上の口紅が取れた時にあんまり目立たなくていいかなと思って言います。あー、本当にマジックで唇描いてる感じ、ヒヤッてする。色がもっと濃いのもあったんだけど、淡めのやつ買ったのであんまりわかんないかもだけど、本当にマジックで塗りつぶしてるような感覚なので、これで塗りつぶすのは結構ちょこちょこ描く必要はありますね。ちょっとこのシルバーのラメはさっき塗ってたマキシマイザーのものなので、このリップには入ってないんですけど、仕上がりはこんな感じです。今結構適当にわーって塗ったんですけど、色が明るめのカラーだからか、ペンアートみたいなのが目立ったりはないですね。でも結構暗いカラーもあったから、そっちは綺麗に塗らないと、もしかしたらペンアートみたいなのが出るかもしれません。あ、面白くていいんじゃない、まあ、ベースにこうやって塗ったりとか、あとリップライナー結構すぐ取れちゃったりするので、先にこれで口角の私色がねくすんでるとことかあるので、そういうの仕上げておいて口紅使うとかでもいいかなと思います。こちらお値段が918円だったんですが、これは買ってよかったなと思います。あとはまあ連日使った時に荒れないかどうかだけはちょっとテストしたいなと思うんですけども、今のところ唇に違和感とかはないです。ここにマキシマイザー重ねよう。またこればっか使ってるんですが、視聴者さんからいただいた026番ですね、ありがとうございます。あれ可愛いよね。ほらほら、先にさっきのアイテムで輪郭取っといたら、適当にわわって塗ってもこんな感じで仕上げられます。はい、新商品は以上ですね。で、いつもはね、私アイハーブ大体もう普段リピートで買うサプリっていうのが決まってて、まあ、一応今回も買ったので、まあ、チラッとだけ見せておきます。いつも買っているのがルテイン、それからビオチンですね。そして、まあ、ビタミン C 何かしらと、まあ、Lシステイン、グルタチオンあたりなんですけど、今回はこのタイミングで Lシステインとグルタチオンのストックがね切れそうだったので、こちらリピート購入しました。まあ、Lシステインはね、この前 Amazon のブラックフライデーのセールでもチョコラ BB のルーセントホワイト買ったから、あれに確か Lシステインも入ってたので、まあ、あれ飲み切ってから開封でもいいかなと思うんですけど、やっぱグルタチオンってね、日本であんまり売ってるとこないと思うんですよ。なのでやっぱこれはアイハーブで買い続けるかなと思います。ちなみに今回買ったのがグルタチオンの 500mg ですね。ベジカプセル30粒で2367円なので、やっぱグルタチオンはちょっと高いですね。はい、じゃあどうする、もうみんなも別に見なくてもいいよって感じかもしれないけど、私今日これ開封しなかったら一生開けないと思うので、一応ラストにね、またこの海苔のお菓子開けてみようかな。もしかしたらこれオリジナルと違って飛び抜けて美味しいとかもあるかもしれないから、まずこっちのちょっと辛そうなやつ、唐辛子の絵がついてるやついきます。こちらが437円ですね。ちょっと割れてるちっちゃいのでいいや。見た目は特にそんな辛そうな感じないですよ、普通の海苔。いただきます。あ、結構辛い。うん、ちょっと待って、お茶。あー、これはね、お子さんのおやつとかにはダメですね。もうビールのおつまみとかそういう系、食べた瞬間はもうオリジナルと一緒なんですよ、食感もね。あれ味しないなと思ってたら、後からすごい唐辛子のピリピリした感じが来るので、大人向けかなと思います。で、食べた感想としてはもう辛いっていう感じ。そしたら次、なんかエビが槍を持ってるっていう謎のイラストがついてるんですが、トムヤムくんかな。だからこれも多分ちょっと辛いんだと思うんですよ。今日のね、大取りになっちゃいましたけど、こちら開封していきます。結構しっかりたっぷり入ってるのよ、これ。いただきます。うん、あー、あのね、ちょっと待って、お茶飲んでいい？めっちゃチキンカレーの味する。チキンカレー、あのココナッツミルクのタイカレーみたいなやつあるじゃないですか、あれの味がするのなんだけど、この海苔の味とは全く合わさってハーモニーみたいな感じじゃなくて、別タイカレー的な味がします、薄れました海苔の味がきますみたいな感じで、フレーバーとしてはね美味しいと思うんですよ。ただこの海苔のスナックに合うかって言われると、ちょっとわかんないっていう感じ。でも、このタイカレー的な、何チキンカレー何なの、ああいうエスニックなカレー自体が私は好きなので、フレーバーとしてはこれが一番いいかなと思いました。まあ、これね、私がお酒でも飲む人だったらね、大量にあってもおつまみでチビチビと消費できるかなと思うんですけども、残念ながら私お酒飲まないので、この大量の海苔を、まあ、とりあえず湿気てしまわないように蓋をしてですね、まあ、ちょっとずつどうにか消費したいと思います。ということで今回はアイハーブの新商品縛りでいろいろ購入してみました。まあ、良くも悪くも参考にしてもらえたらなと思います。まあ、味覚はね、人それぞれだし、国によっても好みの味って違うと思うので、まあ、一個人の意見と
として参考にしてみてください。今回の動画楽しんでいただけた方はぜひ高評価、それからテパコスマニアアイカチャンネル、チャンネル登録10万人目指しておりますので、ぜひぜひこの機会にチャンネル登録お願いします。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。アイカでした。